よく来たわね、小豚。あたしのスペシャルライブを味わう覚悟はいいかしら。気をつけてください、あのエネミー。おそらく、魔刀神事の手で改造が施されています。はぁ、あ、何がスペシャルライブだよ。分かってるの？お前を隠すためにこいつを用意したんですよ。なのになんで出てくるわけ？もしかして言葉通じてない？それとも竜頭じゃなくて鳥頭なわけ？バカはあなたよ、神事。私の迷宮で私以外を目立たせるなんてオーディエンスに失礼じゃない。勝利とは相手を打ち負かすだけにあらず、心も体もまとめて土下座させて蹂躙するのが貴族というもの。あなたのようなネズミには理解できない作法でしょうけど、まあ今回は特別に許してあげる。このゴレム派手なビームとかいっぱい出るんでしょ？だったら前座に使ってあげる。一曲目はとにかく派手に、オープニングは疾走感あふれるロックで攻める。これがライブの鉄則よ。ああそうですか。じゃあ先にやらせてもらうけど、後で文句を言うなよな。お前の出番なんて多分回ってこないからさ。行け神事タンク。つまらん、あれでは舞台が入るではないか。神事タンク、リフトアップ。見ているがよ、期待に応えよう。バッドラックを味わってみな。僕の真珠タンクが行くがよい。一瞬だね、いいではないか。改めるがよい。ずっと世の見せ場だな。見とれてよいぞ。うい、やつめ。共にバッドラックを味わってみな。なんだ僕、こんなものを作ってたなんて。見ているがよい。期待に応えよう。少し手助けしてやるか。世の独壇場だな。その程度、遅れは取らない。やっぱり私と戦った時より何倍も成長している。あの子の強さはそういう強さだったのね。な、嘘だろ。あいつのくせにどんだけ強くなってんだよ。おい、神事タンク、動け動けってば。ったく、この役立たず、僕に恥をかかせるなよ。あれ、再起動した。本当？ああいうのは、なんていうのかしら。豚も磨けば真珠の針。違うわね。え？何？何なの？
打撲や擦り傷、軽い火傷ぐらいで、命に別状はないようですけど。私、あなた、どうして？おはよう、ダーリー。あのね、私、変な夢を見ていたの。笑わないで聞いてくれる？あなたと私が敵同士で戦っているの。最後はあなたのこと追い詰めるんだけど、隣にいた巨大ネズミが爆発しちゃって、私もうダメだと思ったわ。けどあなたは身を裂くような爆風の中、私の手を引き寄せてこう言ったの。君に爆風は似合わない。ましてやタンクのオイルなんて浴びせる気でも罪深い。ところでその角、電撃的に可愛いね。あ、思わず首筋に牙を突き立てちゃうぐらい官能的にかっこよかった。半分くらいは合ってますよね。同士、あなたと私、それって禁断のロマンス。キュン。うむ、そなたはとんだ節操なしだな。皆は恋に理解あるもの、決して怒らぬ。怒らぬがいい加減、拗ねるからな！さすが一級フラグ建築士、そろそろ死んでみたら？私は感情抑制装置、フラグブレーカーの製作を提案します。どうぞ、企画書です。皆さん、その、仕方がないので、頭を叩いてみたらどうでしょう？私の一つ目の SG の時、みんなもこんな気持ちだったのね。見なさい、この赤く高揚した頬を。これこそ私の怒りが最高潮になった証よ。心臓だって絶対に許さないってドキドキしてるし、こうなれば私の勝ちね。怒り狂った私は絶対に秘密なんて漏らさない。あなたはここで立ち往生するだけよ。そうやって乗せられるのはリングライよ。私は騙されないわ。私の心があなたなんかに分かるわけがないんだから。バッチリ、さすが当事者。このまま一気に決めちゃって。あ、嘘、そんな。
シールド開きます。あなたも相当アイドルの暴露話がお好きなようね。でも、そうだったのね。これが私の本心。恋なんて物語に、私はずっと憧れていた。ありがとう。自覚したわ。そしてこんにちは。新しい素敵な私。そう。拷問が唯一の慰みなら、恋こそ、我が唯一の夢。恋を思うたび、私は一層美しくなる。恋とは美しさの糧。美しさとは恋の糧。ああ、なんて甘美な永久ループ。家畜にときめくなんて、私はどうかしているのね。いいのよ。どうせ私は狂っているの。醜いあなたに、とっておきの栄誉をあげる。あなたの魂を予約したわ。究極の美に達した私を。一番近くで褒めたたえなさい。なるほど。それが奴の望みか。お疲れ様でした。探索を終了して、チェックポイントから帰還してください。